ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日紹介するパン屋さんはですね、京都の宇治にあります玉木亭というパン屋さんになります。こちらのですね、玉木亭さん、昔ですね、グルメサイトのランキングでですね、1位にもなったことあるとても有名なパン屋さんになります。ですので味はですね、もちろん間違いなく美味しいですし、魅力的なねパンがたくさんあります。ですので皆さんもですね、興味を惹かれること間違いないと思います。本日も皆さんをですね、素敵なパンの世界へご案内できればと思っております。ぜひぜひ最後までご視聴ください。ではですね、早速向かっていきたいと思います。レッツダゴBehind it, I'd let you take my breath away. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on, baby, we got rules to break, rules to break. いよいよ入店のタイミングなんですけれども、この瞬間がですね、いつも一番ワクワクします。パンの焼いてる香りっていうのは店外でもね、感じることはできますし、ほのかにね香るんです。ですがこの扉を開けた瞬間ですね、一気に香りが押し寄せてきますし、あとはですね、本日のパンのラインナップだったり、新作はあるかなっていうですね、そういったですね、妄想がですね、最大限まで膨らむ瞬間がその入店のタイミングなんですね。だからいつもですね、すごいワクワクした気持ちでこの入店の扉をですね、開けて私は入店する、そういったですね、気持ちをですね、持ってですね、いつも玉木亭さんを楽しんでおります。そして本日はですね、お昼にお伺いしたんですけれども、人気のカレーパンだったりタンシュー、こういったですね、惣菜系はですね、お昼っていうのもありますので、かなり売れていて、なかなかですね、補充も追いついてない状態でした。そして逆にですね、甘い系っていうのはある程度のストックはあるかなと感じましたね。ですがお客さん自体が非常に多いですので、どん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 取っていかれて、そしてそれを都度補充されるっていう感じです。ですので状況によってはですね、ない商品もありますので、そこはデメリットかなと思います。ですがどんどんお客さんが来られてパンを取っていかれるので、パン自体がすぐに補充されます。ですのでパンが非常にフレッシュです。そこはですね、とても大きなメリットの一つだと私は思います。それにしてもですね、どうですか、このラインナップとこの商品のなんていうかな、そそるこの見栄え、そしてね、このバリエーションとこの独特な組み合わせ、そして私ですね、このブリオッシュカヌレがですね、めちゃくちゃ好きなんです。ブリオッシュ生地をですね、焼いて生クリームを塗ってもう一回焼く、とても濃厚な菓子パンなんですけども、このパンですね、私大好きでして、本日はね、このパンは買おうって思って決めてきたんですね。ですがプレーンがなかったんです。ですがどうしてもね、食べたくて店員さんに確認したんですが、次の焼き上がりは昼以降っていうことでしたので、時間的にね難しかったので断念いたしました。商品は厨房の前に惣菜系、菓子系が並んでおり、レジ横にハード系があります。こちらの玉木亭さんのハード系は高加水のパンが多くて非常に柔らかいんですね。ですのでトングでね、乱雑に取ってしまうとベコベコにへっこんでしまいます。ですのでオーダーして取っていただくっていう形を取られております。クニャーネスとカカチコンプレスを以上でお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。本日も楽しく買い物させていただきました。本当にね、いつもワクワクさせるパンをありがとうございます。本日の玉木亭さんでね、一番こうおっと思ったのがですね、自動釣り栓機をですね、導入されたっていうところですね。これがですね、おっと思いましたね。やはりですね、時代の流れというかね、まあ、お客さんも多いし、お釣りのね、こう受け渡しだったり、そういったミスもね、減らせるので、やはりですね、そういったところで大きなメリットがあるんだと感じました。そして皆さんに朗報です。この玉木亭さんでパンを買われましたらですね、向かいに京都大学の宇治キャンパスがあります。こちらには芝生だったりベンチがあり、中にはですね、コンビニもありますので、ゆっくりですね、召し上がることができます。
普段ねパン屋さんでパンを買われてすぐに食べたくても近くに公園がなかったりどっか食べられるところがない時って結構あるじゃないですか。ですがねこちらはそういったですね立地条件ももう抜群でね、買ったパン焼きたてのパンをねすぐ前でねこう自然のねこう風を感じながらね食べることができます。非常におすすめですのでぜひですね皆さんもこの食べ方をしてください。では早速揚げたてのカレーパンからいただきます。やっぱりねカレーパンとかこういうね揚げてるパンってね揚げたてが一番ですよね。いただきます。このカレーのルー見てください。そしてこの薄皮最高ですね。これねやけど注意です。でもねめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ揚げたてを皆さんも食べてください。次にいただくのが長崎メロンパンになります。上はですね非常にですねボコボコっと割れたですねクッキー生地なんですけども、下にですねしっとりしたクッキー生地とこのザラメ糖がねあってね、ここがですねバターがシュミシュミでねめちゃくちゃ美味しいんです。で包案するときに中にねバター入れてるんですよ。だからめちゃくちゃ濃厚なバターメロンパンっていう感じです。ですがこのパンですね非常にサクみがあって歯切れが良くてしっとりしててめちゃくちゃ美味しいんです。いただきます。この長崎メロンパンめちゃくちゃ甘いんですけども濃厚でねもう癖になる美味しさです。ぜひですね皆さんこの長崎メロンパンぜひ食べてみてください。そしてねめっちゃ甘いからこのブラックのコーヒーとのね相性も抜群なんですよ。目の前にねセブンイレブンがありますのでぜひ皆さんも玉木亭さんでパンを買って徒歩1分のところにあるセブンイレブンのですねコーヒーを買ってその前のねベンチで食べてみてください。特にね今の季節はね本当に気持ちがいい。もうね紅葉は終わりそうなんですけど今ねちょうどこう紅葉の落ち葉の絨毯みたいになっててねめちゃくちゃ綺麗ですよ。わかりますこれね。そして最後にいただくのがこちらクニャーネです。クロワッサンの生地をですねザックザクに焼いてでオーダーが入ったらこのカスタードクリームを中に絞るっていうパンなんですけど、このねザクザクの食感とこのクリーミーなねこのクリームがですねこう相まみえてねめちゃくちゃ美味しいんです。もうほんとねこの玉木亭さんどのパンもですね間違いなく外れはないですし、全てが本当にこう考え込まれて作られたそんなですね高クオリティ、そして価格も決して高くない手の取りやすい価格帯、もうね素晴らしいの一言です。こちらもねコーヒーに合うこと間違いなしのパンです。うまい。というわけで本日はですね京都の宇治にあります玉木亭さんへお伺いさせていただきました。本当にですね目移りするパンがたくさんありすぎていつもですね買うのに悩みます。本日は5点買ったんですけど2点はねまた家で食べたいと思います。ちなみにトカチコンプレと明太フランス買いました。ぜひですね皆さんも一度伺ってみてはいかがでしょうか。もう最高ですので。先ほど言い忘れてたんですけど本日ですね玉木亭さんにお伺いしたのが12時半ぐらいでした。でもう半分ぐらいねパンがなかったです。こっからね追加はあるとは思うんですけれども多分行かれるなら11時ぐらいお昼前かもしくは2回目とか3回目の焼き上がりがあるですね2時とか3時ぐらい、これぐらいの時間がいいかなと思います。お昼時に行くとお客さんがガッと来るのでパン自体がね一気になくなってしまいます。で補充自体も間に合わないしお客さんも多くてねなかなかゆっくり見れないです。ですので行かれるのであれば11時かお昼過ぎた、まあ、2時ぐらい、これがねおすすめかなと思います。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。